どうもねるです、ディスガイア5今回番外編でちょっとキャラクターの育て方をやろうかなと思うんですけども、もう結構ご存知の方は多いんじゃないかなと思うんで、ちょっと2番煎じ的な感じになってしまうかもしれないんですけども、ご了承ください。自分はキリアを今育ててる途中なんですけども、ステータスこんなぐらいで、まあ分かりやすく、まあちょっとあれなんですが、どこ行っちゃったかな、ウサリアがレベル333なんですが、ステータス、まあ装備はあるんですけど、装備そんなにいいもん装備してなかった気がするな。あ、いいもんなかったからこっちを装備しますね。まあ、こんな感じでになってるんですが、それでもまあ3000、4000いってるのもありますけど、こんな感じで、キリアがこんな感じですね。で、育て方なんですけども、まず最初に教えておきたいのがこちらの捕虜部隊ですね。で、捕虜説得部隊、こちらのレベルを捕虜をですね捕まえてきて、最低でもレベル4までこちらは上げてください。で、可能であればこちらに関しては7まで上げていただけるとやりやすいですね。で、おすすめの場所なんですけども、最初序盤ですね。ちょっと自分はこういったふわりをフリーにしてます。で、自分のレベルに合わせて敵のレベルを設定してください。で、一番やりやすい場所ですね、それがですね、毒楽園の前にレベル上げの場所でご紹介したこちらの劇物街道4号線こちらを使います。で、敵のレベル、まあ自分のレベルとかに合わせて極力捕まえられるレベルに合わせてください。で、このレベル4で使える竹ですね、で横並びに3人いるのでこれで3人捕獲してください。みんな、で、ちょっとこれを繰り返してもらって、捕虜の数を集めてください。で、その後ですね、説得の方をするんですけども、あれ、説得が行えない、なんで説得が行えないんだろう、まあ、ちょっと書類整理も骨が折れますね。ウサリア外しちゃった、ウサリアにしてリード、もしかしたらちょっと前回放流にし、あ、行えますね。これでスペシャルでですね、私はもんや強くなるぴょん、敵のSP ゲージを全部下げます。もっともっと頑張ります、私はもんや強くなるぴょん。で、絞り取る、こちらの絞り取るで、こちらちょっとレベル上げで集めたやつとか、あとは魔界調査で入ってきたやつとかですね、これを全員で四角ボタンで全員から絞り取る。で、1個の魔力のエキスができます。で、その魔力のエキスがですねこちらになるんですが、こちらの魔力のエキスに書いてあるアタック、ディフェンス、イントレジスト、ヒット、スピード、 HP、SP ですね、こちらがですね使用するとこんな形でプラスされます。で、これに関してなんですが、人数っていうのもあるんですが、ちょっと待ってくださいね。チート屋へようこそ。ちょっとこれだとレベルが高いので7ぐらいにしようかな。ご案内するっす。で、8話だったか9話で連部の議題が可決できるように提示されて、遺体が出てきてですね、それを加減すると連部に行けるようになるんですが、連部1の敵がですね、チート屋で1個振るだけでレベル99になるんですよ。速攻で蹴りをつけるぞ。で、ここで松があるとこんな感じで全員巻き込めるんで、巻き込んでやったりとか、戻ったら飯を作ろう、
あとはですね、ここはレベル上げにも使えるんですよ。で、ここでレベル上げ使えるのは経験値100と攻撃力 50% ずつ出撃する。なのでここでマチェンジでブサリアとか。おすすめはこのですね、ゾンビですね。ゾンビのマチェンジでですね、あの敵を殴った時に10分の1回復するので、これは結構おすすめですね。でここでペンポニーパウンド仕掛ける。こんな感じで、でお金も手に入りますし、タッグ時々ボーナスで経験値も手に入るので、こんな感じでやっていただければと思います。そうですね、マチェンジでステータスアップしてるっていうのもあるんですけど、このコニーパウンドのいいところは威力 B で消費 SP が低いんですよね。それもあってこうガツンとやれるので、あとは自分のレベルに合わせて敵のレベルも上げたりとかしてやるといいんじゃないかなって思います。出撃する。マチェンジして、今日のびっくりドッキリマチェンジして、まあ、あと2匹マチェンジ、ダブルマチェンジができるようにしてあるので、4匹魔物系はチェンジできます。みんなよくやってくれた。こんな感じで敵を倒したりとか稼いだりとかしたら、戻ってきて、さて始めるか。で捕まえてきたと少ないんですが、4匹、レベルが208の4匹ですね。これを説得します。私はもっと強くなるぴょん。もっともっと頑張ります。で全部減らすと、絞り取るとか魔界の住人にするとかあるので、絞り取ります。全員絞ります。で絞って4匹でどのくらいかっていうと、まあこんなもんですね。なのでまあ人数としては10人以上、20人以上とか集めてやると、効果はですね、ここで増える数字が1000単位、1000以上になりますね。なのでやっていただいて、こうキャラクターを育てていく。まあ、レベル214で転生3回していて、転生総レベル590でこのステータス。で装備的には、まあ、魔王剣はもらってき持ってきたやつなんですけど、マジカルベスト、ダークロザリオはちょっと強化しましたが、ちょっともう弱いんですよね。またアイテム界とかで別のものを強化しないといけないんですけども、まあ、入れてるものは移してきたものですね。こういった感じで、ステータスのレベル、ステータス上げとレベル上げができますので、ご活用いただければと思います。もうすでに知ってるよという方は、何かこう、他にいい方法、やりやすい方法、効率のいい方法とか、何かあればコメント欄にコメントしていただけると助かりますので、よろしくお願いいたします。それではですね、今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。